公暦2678年6月6日21時41分、後藤輝樹です。先ほどのディスるセンスの動画を上げたんですけど、ちょっとその回答みたいな答え、ディスるセンスの養い方について言わなかったんで、ちょっと今補足で撮ってますけど、撮ります。ディスるセンスってやっぱこう、経験なんですよ。経験出すみたいに言ってるけど、経験なんですよ。経験とか、うん、やっぱ養わないと、センスはよく、まあ、生まれ持っての人もいるかもしれないですけど、やっぱ後天的に養っていくものだと思うんですよ。だからそのテレビとか見ても、そのテレビとかドラマとか映画とか漫画とか見てもいいですけど、あ、こういう感じのかっこいいな、かっこいい感じだなとか、それ真似したりとか、例えばテレビでタレントさんが結構横暴なことを言ってても、あ、それはなんかありなんだ、認められてるんだみたいな、あるわけじゃないですか。キャラクター見て、あ、こういう感じのキャラだったら言えるんだとか。だから例えば橋本さんとか、橋本徹さんとかいるじゃないですか。橋本徹さんとか結構割と口悪かったりしてても、まあ、まあ橋本さんのキャラとか、石原慎太郎さんのキャラだからちょっと許されるみたいなのあると思いますし、だからそのキャラクターとか、キャラクター作りから入っていかなきゃいけないんですよ。だから僕はこういうキャラで やってるわけですよ。これちょっと、後藤輝樹キャラで、後藤輝樹キャラを作って僕はやってるわけで、だから、ね、政治家になったとしても、ディスれなかったらやっぱ、意味ないんですよ。政治家になってニコニコしてね、座ってるだけじゃ意味ないんですよ。政治家になって、ちゃんと相手を反論したり批判したり、自分の意見言うような、胆力、精神力、ディスり力がなかったら、政治家やっても意味ないんですよ。ただ真面目でニコニコしてね、あ、この人良さそう、優しそうで、そんな政治家いらないんですよ。そんな無能の政治家いらないんですよ。政治家になって、ちゃんと、その、市民、国民、区民、その国家の国益、その自治体の利益になるように、その、勝ち取らなきゃいけないわけですよ。だから外国とも戦わなきゃいけないし、まあ、戦うつってもその、議論とかですけれども、だそういう中で、そういう力を磨かなきゃいけないわけです。だから、ね、ニコニコしてね、そんな優しそうとか、そんなやつはね、無能なんですよ。別に、それでね、議論とかできてね、ちゃんと、利益を勝ち取りに行くことができればいいですけれども、文句はないですけど、ちゃんと、だから、こういう感じで、ディスる意欲の話ですか、ちょっと話それちゃって戻しますけど、いろんな人の、ね、あ、こういう感じだったら、あ、平気そうだなとか、かっこいいなとか、ちょっと、こういうので言いたいなとか、で言ってか、そういうディスりしても、叩かれてないのはなんでなんだろう、じゃあ どうしてこの人は口悪くても、そんなに、大丈夫なのか、なんか、割と受け入れられてるのか、そういうのね、勉強しなきゃダメ。うん、それはもう子供の頃から養っていかなきゃダメだから。で俺子供の頃からそういうテレビとか、人付き合いとか見て、あ、ここは、これは平気なんだ。同じ発言しても、こいつが言うんだったら平気なんだ。あ、あいつが言うとすげえ叩かれてる。その違いは何だろうって、それ勉強しなきゃダメ。うん。で、自分がやってみて、あ、これは叩かれた。あ、ちょっと反省しよう。あ、これは平気だった。あ、いけるなとか、そういう勉強、そういう実践もしなきゃダメだし、だからそういうデモとかで、もうだからそのデモとかでもそのなんかわかんないですけど、その何々人ぶっ殺せとか何々人ゴキブリだとか言っちゃってるのは、もうそうで、なんつうんだろう、高校デビューじゃないけれども、そのデモデビューみたいな感じで、もうディスる力もないのにいきなりなんかもうやっちゃって失敗しちゃってるって感じだと思うの、俺は。だから普通だったら言わないけど、普通の人間関係だったら言ってないけれども、デモとかでそういう場でまあ興奮しちゃって、ちょっとなんかみんなも言ってるし、俺も言っちゃうみたいに言っちゃってるおバカさんみたいな感じだと、俺はもう、それおバカさんじゃなかったらやばいやつだよ、だって。本当にそんなこと思ってて、そんな風に言っちゃうやつってちょっとやばいやつだと俺は思うし、普通だったらちょっとその発言はちょっとあれなんで、ちょっと抑えめでお願いしますって言わなきゃ、やばい話だし、で、わかんないでバカでやっちゃってるのか知らないけれども、だから、その、常日頃そういう力もなく、まあ人と人間関係でそういう暴言を言ったりしてないから、だから、喧嘩の仕方がわかんない。殴り方がわかんない。だから、いきなり暴言吐いちゃうみたいな。そういう感じだと思いますよ。僕は喧嘩の仕方がよくわかんないです、僕は。口喧嘩は俺よくやってきたけど、喧嘩とかはちょっとわからないから、喧嘩の仕方がわかんないから、もしかしたら、だから、
だから喧嘩し、相手殺しちゃうかもしれない。喧嘩したとしたら、喧嘩の仕方が分かんないから、よく漫画とかで喧嘩してうまい感じで終わるけども、そのやり方俺分かんないんだよ。だからどこでやめ時取るかも分かんないから、俺喧嘩はだからちょっと苦手です、正直。でも口喧嘩は結構得意なんです。僕口喧嘩で生きてきたような人間なんで、だから僕今でこそなんかちょっとなんかイケメン扱いとかされてますけど、僕それ目とか整形したり、目整形しただけじゃないかもしれないですけど、目整形してから、まあ、目整形してたのも二重にしたレベルですけども、なんか僕、なんかイケメン扱いに、イケメン枠に入られちゃってる。なんかイケメン枠にこう、押されちゃって、イケメン枠入ることが多いんですけど、僕ももともと、そんなイケメン枠じゃなくて、三枚目枠なんで、もう人を笑わせてなんぼとか、だから、あの、後藤さんモテますよねみたいな言われたりしますけど、その、イケメンだからモテますねとか言われたりしますけど、本当イケメンでモテたこととか、あんまほぼないですよ。僕は口で喋りとか面白いことやって、女を口説いてきたタイプなんで、てるき面白いねみたいな、てるき面白い、ちょっと、てるき面白い枠、3枚目枠で俺はちょっと人気を勝ち取ってきた人間なので、で、だから口が結構僕は達者なんですよ。だからそういうので僕は磨いてきた人間なので、あ、人との関係でも、あ、これは言っていいな、これは言っちゃいけないなって分かってるんで、だからそのデモとかでも、もしデモで僕がもしや、で、そんな参加したとしても、俺は何々人なんとかだとか言わないですよ。ちょっとそれを分かってるから。あ、これ言っちゃダメなやつ、これは言っていいやつって分かってるから。これはだからそれも、子供の頃からそういう、そういうのやってきたんで、で、子供の頃とか結構いじめとかあったりもするじゃないですか。まあ小中高とかまああったりして、だから僕の発言で僕がいじめられるか、それともいじめられないかとかも決まっちゃったりするわけですよ。本当にシビアで、俺がなんか調子乗ってなんか変な発言してなんかやるとハブられたりいじめられたりとか、そういうのあるわけですよ。人とか見てたり、あ、自分も、あ、ちょっとなんかこれやばいな、空気感、あ、これなんかやっちゃったなみたいなあるんで、だからそういうのとかをもうほんと考えながら俺は発言とかして、あ、これはいいんだ、これはダメだとか、俺ずっとそういうのも、そういうことやってたティーンエイジャーですから、それでそういうのをやっぱ学校とか学ぶ場なんで、いじめとかそういうのはあったりすると思うけど、それまあもう社会に出たらもっとひどいのあるから、おそらく。だから学校にいる間に、あ、こういう立ち回り、こういう発言したら大丈夫なんだ、これはダメなんだって、これ学ばなきゃいけないから、そういうところだから学校で、そういうところでもあるから学校は。だから俺は本当喋り、だからなんか、まあこういう言い方もするのもあれだけど、俺喋り一つで勝ち上がってきたっていうか、生き残ってきたから、10代は。今イケメンですねみたいな言われたりするけど、イケメン枠で俺勝ってきたわけじゃ、勝ってきた人間じゃないけど、もともと俺は喋り枠で、3枚目枠で俺は勝ってきた人間、勝ち残ってきた人間だから、10代の頃は。そっからなんかジョブチェンジじゃないけども、 FF とかのなんか一旦だから僕はだから整形して、悠々白書の比叡じゃないけども、邪眼つけてレベルが下がったみたいなのはあるかもしれないけど、だからイケメン枠に入っちゃってますけど、別に本当イケメン枠じゃないから、本当に。本来っていうか、今でも別に俺自分のことイケメン枠とかそういうふうに思ってないし、俺はもう常に日頃その、まあ、3枚目、どちらが3枚目、だから後藤輝樹枠で俺はいるつもりだから、もともと3枚目枠の喋りの人間だったんで、だからそういうのでやっぱ養っていって、あ、こういうことしたら、人を傷つける、あ、人が傷つく、あ、だからここまではいい、ここからはダメだって、これを養っていかなきゃいけない。これディスるセンスとか、まあ、ディスるセンスだけではなくても、こう処世術、生き方も全てそう、うん、だからそういうのが分かってない人がなんか仲間とかいる、もうだからこういう発言言っていいんだ、なんかぶっ殺せとか殺せとか出てけとか、もうなんか、まあ、出てけはまだしも、そのだから殺せとかゴキブリとかそういうこと言っていいんだ、みんなも言ってるし、じゃあ言っちゃおうとか、その何も考えないで言っちゃうからダメなんですって俺は思います。だからもうそういうのもう常日頃から養って、あ、これ言っていいんだ、ダメだって養っていかなきゃダメ。それはだから実践だから、実体験、経験に基づくもんだから、
だから例えば引きこもって家でずっとねパソコンやってるとかゲームやってるとか、別にそれ否定しないですよ。別にそれは別にね、俺は否定しないよ、そういう生き方、ニートだとか引きこもりだとかそういう生き方否定しないけども、そういう人たちがいきなり外に出て、じゃあ実戦で戦えるかって言ったら、ちょっとやっぱレベルがに差があるからきついと思いますよ。例えばネット上とかでもね、なんかカタカタカタとかなんかこうコメントとか、なんか匿名でコメントとかね、暴言吐くという人とかもやっぱそういうことなんですよ。俺だからネット上で匿名で暴言なんて吐かないもん。俺が暴言吐くときはもう、ツイッターでもそうだけど、俺はもう名前出して、もうガンガンもうクソ味噌言うから、俺が言うときは、俺が言うときはだからもうそうやってちゃんと自分の責任の上で俺言うから、なんか匿名でなんかカタカタって言うクソとかバカとか、なんか下手くそとかなんかちっさとかなんかそういうこと言わないですよ。うん、だからそういうね、だからニートとか引きこもりを僕は否定しないですよ。そういう生き方があってもいいですよ。それで稼いでね、生活できたとかね、それは別にいいと思いますけど、なんか YouTuber とかニコ生主とかそういうの生活的にはいいと思いますけど、だそういうね、コミュニケーションが取れてない人が、あんまり得意じゃない人が、いきなりなんかコメントとかね、なんか匿名だから何でも言っちゃえみたいなやっちゃうから、そのなんか例えばそういうね、叩かれたりするんだと思います。なんかそういう言っちゃいけないこととか書いたり、書いちゃいけないことを書いたりとか暴言したりとか、だからそういうので例えばネトウヨとかパヨクとかよくいろいろあるじゃないですか。僕そういうコケにした表現嫌いなんですよ。ネトウヨだとかパヨクとか、なんかそういうなんか茶化したような表現嫌いなんですけども、そういうレッテルを貼られちゃうたりすると思うから、ちゃんと、そこら辺ね、しっかりしないといけないと僕は思いますよ。だから自分がね、その目の前にその本人がいてね、言えることをそのままやればいいと僕は思うんですよ。だから匿名だから何でもやれるとか、匿名だからコメントしちゃえとか、そういう精神だから良くないと俺は思う。だからその本人がいてね、言えるようなことをそのままネットで匿名でやればいいし、もちろんね、なんつうの、例えばそのアメフトのタックルとかあったけど、匿名でリークしないと自分の身が危険にさらされるとか、自分の立場が危うくなるとかだったら別に匿名はいいですよ。しょうがないから、それはそういうことじゃなくて、匿名で暴言吐いて、好き勝手暴言吐くのと、何か告発したい、リークしたい、世の中のために、人のために、リークしなきゃっていうのだったら、匿名でも俺はいいと思うけど。それと、匿名で暴言吐くと全然違うから。そこら辺のね、感覚、これはいいんだ、これはダメだっていうのを、ちゃんとね、養ってほしい。それがね、ディスるセンスにつながってくるから。はい。ということですね。以上、後藤輝樹でした。ディスるセンスの養い方でした。失礼いたします。